こんにちは、ドクターネッケスです。本日は死神大交渉視線ガチャよりリメイクジャッキー、よろしく。よろしく。まずはレベルまで、じゃあ覚醒いきましょう。一括強化。そしてキャラ強化。編成はこんな感じ。さあ、能力解放。OK。それじゃ一旦ここで挟みます。こちらがレベル200まで強化したジャッキー。所属は人間、キラーは無所属キラー、必殺技ダーティーブーツ。フルブリングで強烈な蹴りを繰り出し、アタタキ勢に絶大ダメージを与え減速にする。ソウル特性は強行為ダメージ 20% アップ。かなりレアな減速ですね。全部の方位で減速付きで、パッシブスキル無所属の回避無効、氷結無効、減速5秒ごと負荷。アビリティは通常攻撃 20%、強攻撃 40%、必殺技 40%。これ20、20、40で、自身の強攻撃ダメージアップが 20% 乗って20、40、40という形ですね。で、アビリティで強攻撃クールタイム短縮がついてますと。スーパーアーマー敵ガードも、そうなんだ。状態上プラス5秒。減速はプラス5秒ですね。で、緊急回避プラス2回。遠慮なく行かせてもらうよ。ジャッキー・トリスさん。失った死神の力を取り戻すべく修行に励むイチゴと交戦する。イチゴが生身の体であると知りながらも力を取り戻させるため、容赦なくダーティーブーツを繰り出す。はい、強攻撃型なんでレベル1であればレアス、レベル2で会心、レベル3で攻撃で、防御体力を好きにどうぞで、特別抽選はレアス会心がおすすめです。アクセサリー、強攻撃型なんで天身体、競争剤、笛、持ってる人であればジャベリンが非常に効果が高いですね。で、これが、非ガチャ限定アクセで、ガチャ限定アクセで良ければゼダボルタンをつけるとより快適になりますね。ここは継承してる前提であれば、クールタイム短縮を積んでいきましょう。
じゃあとりあえずまず使ってみましょう。ノエルちゃんに入ってる。まあね、このキャラは結構古いキャラかっていうような強攻撃してますね。通常狭くね、375、他のキャラとちょっとバカ攻撃の他のキャラ、例えば、チャドとの比較、チャドの通常攻撃の範囲が375、変わんないのか。通常の範囲は変わんないみたいですね。なんか狭く見えるけど。今日1都心範囲475、強2、前方広い範囲800、強3が一応1000の625、画面全体じゃなくて突進して集めてドンみたいな感じなのかな。ちょっと待ってね、一応確認していきます。前方に移動し敵を集めて攻撃するだそうです。うん、最近見ない感じっていうか、まあなんか今までいない感じですね。ただ、素直に画面全体の方が使いやすいです。ではこれで、なんかね、自分で使った時になんか当たりづらいなって思っちゃったんだよね。今みたいな感じか。この移動しただけで画面全体から外れるみたいな。密着状態で使うと、ちょっとね、これで、今の当たったな。後ろぐらいの時かな。こうして、うん、後ろの敵に当たんないね。囲まれた時に画面全体イエーイっていう感じにはならず、っていう感じだから当たりづらいなって思ってしまった。強には自身を含めた広い範囲ということですが、これまたやっぱ後ろに判定は弱いですね。あ、いつから錯覚していた。ね、必殺技たくさん見れるぜ。必殺技。汚れた分だけ強くなる。悠長にしてると痛い目見るよ。抜けてない。汚れた分だけ強くなる。悠長にしてると痛い目見るよ。まさかの一発で抜けませんでしたね。悠長にしてると痛い目見るよ。減速中って
強攻撃出せねえのか。まあまあってとこね。はい、というわけでよろしく。まあまあ使うことはないかな。地属性、無所属キラー、人間、もう圧倒的にアブラの方が強いです。全攻撃弱体で20、20、40で敵ガードも効果ついていて非常に使いやすいです。もし持ってる人がいれば、これは鈍化ぶりなんで完全に、所属も、キラーも被ってるんで、まあ、こちらの方がいいでしょうというところですね。違いはもう赤青ぐらいね。よろしく。まあ、ジャッキーがめっちゃ好きとかいう人でない限りこのキャラを使う理由はないと思います。今後闇鍋要員になったとしたら、こいつかよって言われておかしくないレベルの、まあ良くも悪くも中旬だなっていう感じの性能です。遠慮なく行かせてもらうよ。はい、今回はここまで。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。